ことにいたします。尊敬を込めてお届けいたします。許耀梅選手であります。アジア大会では足を痛めていて出られなかったそうでありますが、あ、そうですか。国内では大変な実力者なんだそうです。はははは。全国レベルの人だとコーチの人ははっきり言っておりましたが、その平均台をご紹介しております。右足テーピングテープ巻いてますね。そうですね、足首ちょっと痛めてるって言ってましたね。1メートル54センチ43キロ18歳後転跳び、はい、ただの伸身宙返りですね。後転跳びが2回続きまして、はい、最後に伸身宙返りですから、はい、0.1 の加点ですね、シリーズで。なるほど。今年の全国大会前半の部で個人総合2位だったそうです。平均台のチャンピオンだそうです。ただしその後足首を痛めてアジア大会には代表には漏れたとこう聞いております。ちょっと動きのスピードに欠けるかなという感じもしないでもないですね。ああそうですか、はい、はい。厚生省の出身です。床も平均台も美しいから見てくださいと中国のコーチはこう言っておりました。後方抱え込み2回宙返り降りであります。どちらかと言いますと技で売るよりも